手いたします。外務大臣林芳正君。委員長。林君。ただいま議題となりました日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由をご説明いたします。政府は日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定に基づくアメリカ合衆国からの牛肉についての農産品セーフガード措置が令和3年3月に適用されたことを受けてアメリカ合衆国政府との間で現行協定に関連して作成された両政府間の交換公文上の義務に基づき当該措置の適用の条件を修正するための協議を行ってきました。その結果令和4年6月2日にワシントンにおいて我が方駐アメリカ合衆国大使と先方合衆国通商代表との間でこの議定書の署名が行われました。この議定書は現行協定の内容を部分的に改正するものであり協定付属書1に定めるアメリカ合衆国からの牛乳についての農産品セーフガード措置の適用の条件を修正するものです。この議定書の締結によりアメリカ合衆国からの牛肉についての農産品セーフガード措置が新たな仕組みの下で運用されることとなりセーフガード制度の目的である輸入の急増への適切な対応を引き続き確保するとともに日米経済関係の一層の発展を促すことが期待されます。よってここにこの議定書の締結についてご承認を求める次第であります。何卒ご審議の上本件につき速やかにご承認いただきますようお願いいたします。これにて趣旨の説明は終わりました。次回は来る28日金曜日午前8時50分理事会午前9時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします。